こんにちは、わけぎじすです。本日はですね、可感化論で出てくる、ザリスキー位相っていうものについて、紹介したいと思います。ザリスキー位相、まあ、位相って名前がついてるので位相なんですけど、どこに位相を入れるかというと、可感化の素イデアル全体の集合に、位相の構造を、導入します。はい、だから可感化の素イデアル全体っていうのは位相空間になるんですね。まあこういうのはですね、代数幾何とか、数論の人とかはですね、かなり、馴染みがある概念じゃないかなというふうに思います。まあ僕は代数幾何の人でも数論の人でもないんですけどね。ちなみに位相空間っていうものを、導入するっていうやり方は一般に何種類かありますよね。はい、まあ、一番わかりやすいのが、回集合系っていうものを、一個こうパンと置くっていうやり方が、まあ、わかりやすいかなというふうに思います。他にも例えば回近傍っていうものを定義するっていうやり方とか、あとはですね、回角作用素っていうものを定義するっていう、まあ、そういうやり方もありますけど、このザリスキー位相っていうものは、可感化の素イデアル全体に平集合系っていうものを定義して、まあ、それで位相の構造を入れます。具体的にはですね、イデアルごとにそのイデアルを含む素イデアル全体、それが平集合っていう、まあ、そういう定義で、ザリスキー位相というものを定義するんですけど、はい、まあ、この動画ではですね、そういう定義で、その集合がですね、平集合の公理を満たすっていうことをチェックしたいと思います。まあ、代数的な発想と位相空間論の知識、これがこう結構組み合わさっていますので、まあ、最初はですね結構難しいなというふうに思うと思います。はい、まあ、僕もですね最初勉強した時はうわむずいってっていうふうに思ってましたね。まあ、最初は難しいって思う人もいるかもしれないですけど、なるだけ噛み砕いて、お話ししたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。はい、ということで、解説動画を作りましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、ということでスライドの方にやってきました。まずはですね、イデアルとそれから素イデアルの定義の復習をしたいと思います。まああまりやんなくてもいいかなと思ったんですけど、一応書いてみました。読んでみます。はい、A を可感化とする、そして A の部分集合 I が以下の条件を満たすとき、I を A のイデアルというふうに言います。はい、でこの条件は、1番と2番ですね。1番の条件は、X と Y、 これが、I の中に含まれていれば、X 足す Y も I の中に含まれる、つまり、足し算で閉じている、加法で閉じているということですね。はい、そして、R を A から取ってきて、X を、I から取ってくると、それをかけたものですね、RX っていうのは、また I に入ってくるっていう条件です。はい、大丈夫ですかね。はい、まあだから群論で言うですね、正規部分群に対応している概念ですね。群論で言う正規部分群が、まあ、関論で言うイデアルというふうになります。はい、でこれがイデアルで、次素イデアルの定義なんですけど、A を可感化とする、そして、P、まあ、これ P というかですね、これドイツ文字なんですよね。なんか P と若干違うので、これ本当は P って読むんですけど、まあもうめんどくさいので P と読みます。はい、P を、A のイデアルとします。はい、その時ですね、以下の条件が、成り立つ時、 P を A の素イデアルというふうに言います。はい、まあ、まずですね、これ P が全体にならない、これですね、全体にならないっていうのはもう結構、大前提ですね。大前提なんですけど、割と、忘れてしまいがちですね。なんかこう、初めて勉強したときはですね。はい。まあ、大前提なので、これちょっと0番目っていうふうに書いてるんですけど、まあ、素イデアルっていうのはまず全体にならないってことですね。はい。そして、次ですね。これがまあ本質ですけど、AB、かけたものが P の中に入っていると、A か B のどっちかが、P の中に入っているっていう条件ですね。はい。だからこれが、素イデアルの定義になります。はい、まあ、これ、ですね、整数とかでいう、素数のですね、概念の、対応になってます。整数でいう素数が、まあ、関論でいうですね、素イデアルに、対応してます。まあ、関論ってですね、最初に、習うときはですね、かなり分かりづらいかもしれないですけど、ものすごくですね、雑な言い方をするならば、関論っていうのは整数論をなんかちょっと集合論っぽくしたいみたいな、まあ、そんな感じの動機がありますね。はい、まあまあちょっとそういったところはどうでもよくて、とりあえず、素イデアルの定義はこういう風になっています。はい、そして、次にですね、命題3です。これですね、ザリスキー位相を定義するときに、まあ、これがあれば、まあ、もうすぐ定義できるので、まあ、これだけ最初に独立してちょっと証明しようっていう感じなんですけど、まあ、これちょっと読んでいきますね。A を可感化、P を A の素イデアルとし、E1、E2 を A のイデアルというふうにします。はい。で、このとき以下、この3条件は同値になるっていうことですね。はい。A の条件が E1 が P に入るか、もしくは E2 が P に入る。そして B の条件は E1 かつ E2 が P に入る。
そして、C の条件が E1、E2 が P に入るっていう条件ですね。はい。まあ、これを、示していくんですけど、まず A ならば B を示して、その後ですね、B ならば C を示して、そして最後に、C ならば A を、示していきます。はい。まあ、A ならば B をですね、もうなんか書くだけにはなってるんですけども、ちょっと示していきますね。A ならば B。E1 が P に入ってるか、もしくは、E2 が P に入ってるならば、これの共通部分も P に入ってるっていうことを言うんですけど、はい。まずですね、E1 が P に入ってるか、もしくは E2 が P に、E2 が P に含まれてるっていうふうにします。そうすると、この E1 かつ E2 っていう集合、これは E1 にも E2 にも含まれてますよね。なぜかというと、この E1 かつ E2 っていうのは E1 に入っていて、しかも E2 にも入ってないといけないっていう、集合ですので、E1 にも E2 にも含まれて、います。まあ、それが定義って言えば定義ですからね。はい。なので、E1 が P に入っているいようが、E2 が P に、入っていようが、まあ、どっちが成り立っていようがですね、この E1 かつ E2 っていうのは、E1 にも E2 にも含まれていますので、この E1 かつ E2 っていうのは P の中に含まれるっていうことです。はい。大丈夫ですかね。これが A か、A ならば B っていうふうになります。はい。まあ、集合論ですね、この辺は。はい。で、次にですね、B ならば C を示します。B ならば C、まあ、E1 かつ E2 が P に含まれているならば、E1、E2 っていうのも P に含まれるっていう条件ですね。はい。これを見ていくんですけど、まずですね、E1 と E2 からですね、2、2、X1 と X2 という弦を、取ってきます。はい。この時ですね、E1、E2 っていうのはイデアルですので、X1、X2 は E1 に入りますし、X1、X2 っていうのは E2 に入ります。これ大丈夫ですかね？イデアルの定義です。これはまず X1 っていうのが E1 の弦で、X2 っていうのはまあもう 2R の弦ですね。A の弦かな。はい。ですので、まあ、イデアルっていうのは、1個かけたときに絶対その中に入ってくるっていうものですね。片方は、その E1 から取ってきて、もう片方はもう E1 に入ってなくても何でもよい。で、それをかけると E1 に入ってくるっていう。そういう定義ですので、X1×X2 っていうのはこれ E1 に入ってます。で、同じ論法で X1×X2 っていうのは、この E2 の方にも入ってるって感じですね。はい。ということで、X1、X2 っていうのは E1 にも入っていて、で、かつ E2 にも入ってるっていうことなので、X1、X2 っていうのは E1 かつ E2 に入っています。はい。いいですね。で、まず仮定 P、ここを使います。仮定 P を使ってあげると、この E1 かつ E2 っていうのは P に入ってますよね。これもそのまんまです。仮定 B っていうのはもう E1 かつ E2 っていうのが P に入るっていう条件でしたので、これはこの中に入って、この E1 かつ E2 っていうのは X1 を含んでるわけですね。はい。まあ、で、あとはですね、X1 と X2 っていうのはこの2でしたので、X1、X2 のこの集合っていうのは P に入るっていうことがわかるっていう感じですね。はい。これが B ならば C です。はい、いいですかね。で、最後にですね、C ならば A を示します。ちょっとこれ、リコール、書いてます。条件をちょっと抜き出して書いてるだけなんですけど、C ならば A っていうのは何かというと、まず E1、E2、これが P に入ってるってことですね。これが成り立っているならば、E1 が P に入ってるか、もしくは E2 が P に入ってるかの、どっちかになるっていう条件ですね。これを示していくわけなんですけど、はい。まあ、またちょっとさっきと同じようにですね、E1、E2 から2にですね、X1、X2 を取っていきます。はい。そうすると、仮定 C、これですね。これかけたものが P に入ってくるっていうことを言ってますので、X1、X2 っていうのは、P に入るってことがわかりますね。X1、X2 っていうのは E1、E2 の弦で、その E1、E2 っていうのは P に含まれるっていうことが言えてますので、X1、X2 っていうのは P に、含まれるってことがわかります。はい。で、P っていうのは素イデアルでしたよね。素イデアルなので、X1 が P に含まれるか、X2 が P に含まれるかのどっちかになります。これは素イデアルの定義ですね。かけたものが P に入っているんだったら、どっちかが、また P の中に入るっていうのが素イデアルの定義でしたので、X1 が P に入るか、もしくは X2 が P に入るかのどっちかになります。はい。で、X1、X2 っていうのは2でしたので、E1 が P に入るか、もしくは E2 が P に入るかのどっちかになるっていうことですね。はい。ということで C ならば A が言えたっていう感じです。はい。まあ、これは可観論の、命題ですかね。まあ、全然ザリスキー則どうのこうのとかやってないんですけど、とりあえずこんな感じになっています。はい。で、次にですね、平集合の定義の復習。まあ、もうこれもやんなくていいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと一応書いてます。X を空ではない全体集合とする。で、X を部分集合族、X の部分集合族 F。これが、以下の3条件を満たすとき、F は平集合の交流を満たすといい、F の弦を X の平集合というふうに言います。
はい。で、この3条件何かというと、まず空集合と全体集合 X が F に入っている。そして F1、F2 っていう、この F の弦から取ってきてあげると、それのですね、合併集合かな。F1、F2 の和集合も F に入ってくる。そして、F3 ですね。F ラムダという、この F の弦を2に、集めてきた部分集合属を取ってきます。で、これを取ってくると、それのですね、共通部分の、集合、これもまた、F に入ってくるっていうことです。はい、これはですね、もう無限でも良いっていうことになってます。で、無限でもいいっていうのは、加算個じゃなくても良い、不加算個も許して、なんかこうね、F の弦を取ってきて、でそれを、共通部分取ったものをまた F に入ってくるっていうことですね。はい、まあ、加算項、不加算項っていうのはちょっと、難しいっていう人がいるかもしれないですけど、まあ、要は無限でも大丈夫っていう感じですね。はい。まあ、ちょっと雑ですけど、まあまあ、まあ、無限でも大丈夫です。まあ、ちょっと嘘を言ってないですからね。無限でも大丈夫な、F の弦を取ってきて、で、それをですね、共通部分取ってくると、また F の中に入ってくるっていうことですね。はい。これが平集合です。はい。まあ、なんかね、まあ、なんか前の動画でも言ったような気がしますけど、こんなんでね、なんかいきなり見せられても難しい人はいるかもしれないですけどね。はい。まあ、慣れれば残っちゃないですので、まあ、とりあえず平集合の定義っていうのはこんな感じです。はい。今、平集合とか、回集合とか、位相空間論で苦しんでる人はですね、もう本当に、応援してます。頑張ってください。はい。とりあえず、まあ、もうこれ以上はちょっといいことはないですので、平集合はこんな感じです。はい。で、そして、次にですね、定義語。ちょっとまた、関論の話に戻るんですけど、A を可換換というふうにして、で、スペック A、というこの記号ですね。これを A の素イデアル全体というふうにします。はい。そうすると、このスペック A っていうのを A のプライムスペクトラル、ラム、もしくは、単にですね、スペクトラムっていうふうに言います。まあ、つまり、なんか、スペクトラムとか、プライムスペクトラムとか、すげえかっこいい言葉が使われてますけど、まあ、何が言いたいかというと、結局、その素イデアルを全部集めてきたものってことですね。はい。で、冒頭でも言ったんですけど、この素イデアル全体に、位相空間っていう、構造を、位相空間っていうものの見方を、入れることができるってことですね。はい。で、それをちょっと今からやっていきたいと思います。どういうふうに位相を入れるかというとですね、平集合で定義するんですけど、A を、これちょっと補題よく読みますね。A を、可換換というふうにして、スペック A を A の素イデアル全体というふうにします。まあ、上で書いてますけどね。はい。で、A のイデアル I に対して、VI っていう集合、これを、素イデアルを集めてきたもの。というふうにします。で、どういうものかというと、その I を含むような素イデアルですね。はい、つまり、イデアル I に対して VI って書いたら何を指せるかというと、その I を含んでいるような素イデアルを全部集めてきたものっていうことですね。それを VI というふうに置きます。はい、そうするとですね、これは、平集合の考慮を満たしているんですよ。はい。で、その平集合の考慮を満たしているっていうことを順番にチェックしていきますので、平集合の考慮ってその3つありましたよね。この3条件があるっていうことでしたので、これが、成り立つっていうことを今からチェックしていきます。はい。で、まず、1個目ですね。空集合と、全体集合、スペック A ですね。空集合とスペック A。これは、V なんとかっていう形で合わせるっていうこの F1 ですね。これを、証明したいと思います。はい。まあまあ、つまり、ここ書いてますけど、V1 っていうのは空集合です。そして V0 っていうのはスペック A になります。で、これをちょっと証明していきたいと思います。はい。で、どういうふうに示すかというと、まずですね、ソイデアルを22、なんかちょっとイントネーションおかしかったな。ソイデアルですね。ソイデアルを22取ってきます。スペック A からですね、22点 P、ソイデアルを取っていきます。で、もしですね、このソイデアルに1が含まれていたとします。はい。そうすると、2の A の弦、小文字 A に対して、この小文字 A っていうのは A×1 ですよね。1っていうのは何かけても1っていう定義でしたので、A イコール1かけ、A×1 ですね。で、1っていうのが今 P に含まれてるというふうに仮定していますので、それがですね、ソイデアルに含まれてるんだったら、それに何かけてもですね、また P の中に入ってくるっていうのがイデアルの定義でしたので、A×1 っていうのは P に含まれます。つまり最初から見てあげると、A っていうのは P に含まれているっていうことが、分かってしまいますね。はい。で、それが2の、A の弦に対して、その A っていうのは P に含まれるっていうことが分かってしまったので、このソイデアルっていうのは全体 A になってしまいますね。なんですけど、
素イデアル P っていうのは全体にはならないですよね。なんでかというと、素イデアルっていうのは全体にならないっていうふうに定義していたからです。これ大丈夫ですかね。素イデアルの定義を、スライドで見たときに、まあ大前提なので0番目にしておきますっていうことを言ったと思いますけど、まあそういうことです。P っていうのは全体にはなりません。素イデアルっていうのは全体にはならないですので、これが矛盾ですね。何矛盾かというと、1がですね、素イデアルに入ってるというふうにすると、その素イデアルっていうのは全体になってしまうということが、矛盾ということでしたので、素イデアルを取ってくると、それは絶対に1を含んでないということがわかります。つまり、1っていうのは、素イデアルに含まれない。どんな素イデアルを取ってきても、1っていうのは、含まれない。1を含まないということがわかったということでしたので、結局ですね、この V1 っていうのは、この V1 って何かというと、1を含むような、スペック A の弦、1を含むような素イデアルっていうことなんですけど、そんなものはないということがここで言っていますので、それは実は空集合ということです。だから V1 っていうのは空集合ということがわかりますね。はい、でまたですね、 V0 っていうのはこれは0を含む、0を持つような、スペック A の弦、0を持つような素イデアルっていうことなんですけど、0っていうのはどんな、素イデアルもですね持ちますよね。はい、まあ、これもちゃんと証明しないといけないのかもしれないですけどね、まあ、0っていうのは何かけても0ですので、0かける A っていうのが0になるということで、このゼロ弦っていうのは、絶対素イデアル、の中に含まれているってことがわかりますので、これは、素イデアル全体です。まあ、だから、あ、これ P って書いてますけど、これスペック A の間違いです。すいません。すいません、これスペック A ですね。だから0、V0 っていうのはスペック A ですね。はい。ということで、V1 っていうのは空集合だし、V0 っていうのはスペック A になるっていうことが言えたので、これですね。これが言えたっていうことで、まあ、証明終了です。はい。いいですかね。で、次にですね、A を、可感感とし、スペック A を A の素イデアル全体というふうにします。で、A をイデアル、A のイデアル I に対して VI というのをこういうふうに定義ます。ここまでは、さっきと、設定一緒ですね。で、この時ですね、この F2、これが、成り立ちます。はい、どういうことかというと、VI または、VJ、まあ、VI と VJ を集めてきたものっていうのは VIJ っていうふうになり、しかもですね、VI かつ J っていうふうになります。はい。で、これがですね、まあ、補題3でやっていたことですね。まあ、補題3で証明をちゃんとしましたので、まあ、これはもうすぐ流せるというふうになります。まあ、ちょっとちゃんと書きますと、定義通り書きますね。VI かつ VJ っていうのは、I もしくは J を含むような素イデアル全体ですね。大丈夫ですね。VI っていうのはこういうふうに定義していますので、VI または VJ、VA かつまたは VJ っていうのは、I もしくは J を含むような素イデアル全体です。はい、そして VIJ っていうのは IJ を含むような素イデアルの弦全体です、はい、そして VI かつ J っていうのは I かつ J を含むようなスペック A の弦全体です。大丈夫ですね。で、この後ろの条件、この後ろの3つの条件見てください。 I もしくは J を含むような、ものっていう条件、そして IJ を含むっていうような条件、そして I かつ J を含むような条件、これっていうのはですね、補題3で全て同値っていうことを言ってましたよね。はい、この条件っていうのは全部同値っていうことを、言いました。この3条件っていうのは全部同値っていうことを言いましたので、まあ、どれで書き換えてもですね、この、集合っていうのは変わらないということがわかります。はい。ということで、VI、または VJ イコール、VIJ ですし、VIJ イコール VI かつ J ということで、これが成り立つっていうことがわかったっていう感じです。はい。いいですかね。で、次にですね、これ補題8。A を可感感という風にして、で、スペック A を A の素イデアル全体という風にします。で、A の素イデアル I に対し VI というのをこういう風に定義します。まあ、これもさっきと同じですね。で、この時ですね、これが成り立ちます。はい、なんかいかつい式ですね。まあ、全然いかつくはないんですけど、VI ラムダっていうものの共通部分っていうのは、その各々の I ラムダっていうものを足したものの V っていう風になってるって感じですね。はい。で、これもですね、ちょっと、定義通りちょっと書き下していけば、わかりやすいですね。まず、この集合っていうのは、どういう集合なのかというと、これ定義からですね、スペック A の弦で、で、この V、I ラムダっていうものを、もう全部含むような、もの全体。これ、かつって書いてありますからね。これ、かつの集合ですので、このラムダによらずにですね、この V、I ラムダっていうものが、含む、I ラムダっていうのが含まれるような、ソイダル全体を拾ってくるということですね。はい。で、それはですね、そのすべてのラムダに対して、I ラムダっていうのは P に含まれてるっていうことですので、それ全部足してもまた P に入ってきますよね。
はい、で逆にその足したものが P に入っているんだったら、その各その I ラムダっていうものは、この足したところの中に入ってますので、それは全部入ってます。なので、この条件とこの条件っていうのは一緒なんですね。はい、ということで、こういうふうに書けます。いいですね。で、この、集合っていうのは V なんとかの定義ですね。これを含むような素イデアル全部拾ってこいっていうのが V なんとかの定義でしたので、この集合っていうのはこういうふうになります。あ、なんかちょっと切れてますけど、すいません。はい、まあこんな感じになります。ということで、この集合とこの集合っていうのは、対応したということで、まあこれが、イコールが成り立つっていうことが言えたっていう感じですね。はい、いいですかね。ということで、実はですね、それで、ザリスキー位相、あ、まあ、ちょっと今言っちゃいましたけど、この、平集合の公理を満たしてるということが言えたんですよ。はい。まあ、ちょっと最初から読んでいくと、A を、カカンカンとして、スペック A を A の素イデアル全体というふうにします。で、A のイデアル I に対して VI っていうのをこういうふうに定義すると、まず V1 っていうのは X 集合、そして V0 っていうのはスペック A になります。そして VI または VJ イコール VIJ、そして VI、I かつ J というふうになる。そして、これが成り立つっていうことが言えましたので、この V なんとかっていうものを全部集めてきたものを、考えます。そうすると、その VI、V なんとかっていうものを全部集めてきたものの中に、まず空集合が入ってますし、V なんとかっていうものですからね。V なんとかっていうものは全部この中に入ってますので、空集合と、全体集合、スペック A はこの中に入っていますし、何かですね、VI、VJ っていうものを取ってくると、その共通部分、あ、なんか今、ちょっとバグりましたね、すいません。その共通部分っていうのは、はい、その共通部分っていうのは、また V なんとかっていうふうに書けるっていうふうになります。はい。そして、何ですかね、3番目の条件。つまり、無限個も許して、負荷3個も許して、何か V なんとかっていうものを持ってくると、それの共通部分っていうのはまた V なんとかっていうふうに書けるっていうことが、言えましたので、この V なんとかっていうものを全部集めてきたものっていうのは、平集合の氷を満たしてるってことが言えたわけですね。はい。なので、このスペック A、素イデアルを全部持ってきたものに対して、それは、実は平集合というものを定義することができるっていうことになるわけです。はい。で、こういうふうに定義したもの、こういうふうに定義した位相のことをザリスキー位相っていうふうに言います。はい。まあ、ということで、今回はですね、まあ、そのザリスキー位相を定義しただけなんですけど、まあ、なんかこういう、位相はですね、なんか可感感論とか、整数論とか、代数幾何の人とかはよく使うものだと思いますね。はい。まあ、僕はあまり代数幾何、得意ではないんですけど、まあ、ザリスキー位相を使うこともありますので、まあ、僕もちょっと、復習がてらこんな感じで動画にしてみました。はい、お疲れ様でした。はい、ということで本日の動画は以上です。よかったらですね、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。